今日はですね、海図のクロス方位法という海にいるときに自分の位置を調べるための海図を解き方をやっていきたいと思います。では今日は2の1番の問題を使います。ではまず星岬灯台をコンパス方位24度に見ます。星岬灯台海図ではここにあります。はい、チェックしました。これを24度に見たと書いてありますが、このコンパスの時差は7度ウエストとありますので、時方位17度に見たことになります。では、三角定規で当てていきます。まずはですね、コンパスの中心とこの内側の方位を使っていきます。これで中心を合わせたら、次外側10、20度となりますので、17度ぴったりに当てていきます。17度、ちょっと鉛筆の太さとかでも変わりますから、ぴったり合うようにチェックします。はい、角度ができたらこれをスライドします。平行移動して、この三角定規が星岬灯台のこの星の真ん中に当たるようにします。はい、三角定規固定したら、星マークの真ん中、ちょうど真ん中から線を引きます。これで一つ目終わりました。次、本題文では中島灯台をコンパス方位124度に見ました。でこちらもコンパス方位から時方位に変換します。すると117度となりますので、こちらもコンパス、三角定規を使って合わせていきます。また、このコンパス方位の中心と今度は